待って、リボン結ぶの下手すぎてさ、やっぱ固まった、固まりがち。なんかさ、うん、ピンクの壁でやったら方が白い壁よりうまくいくよね、電波が。なんでやろとか言って、今日白い壁っていうな、なんでやろ。うん、わ、よいしょ、こんばんは、みなゆま待って、サザエさんにかぶせに来たなって言われたサザエさんにかぶせて来ちゃった。さっきサザエさん、日曜日にはサザエさん欠かせへんよねとか言っときながら、みんなにサザエさんの配信じゃあサザエさん配信せえへん、サザエさんの見られへんくしちゃったごめんなさい皆さん、ただいま来てくれてありがとうございます。こんばんは、来たちゃんと時間通りですよごめんなさい、時間通りにしたかったんやけど間に合わなかった。でももう、まあまあ、チールンの時計では30分ということではい、こんばんは、こんばんは、初見です、初見じゃないですチールンっておしゃれ、ほんまに嬉しいなあんまり言われたことない、10期生からも。まあいつもジャージで過ごしてるからかジャージで過ごしてるからか、確かに10期生にはチヒロのジャージしか見せてないわかわいいお洋服になってる。そう、お洋服買いました、ワンピース水色の、かわいいでしょ一軍のお洋服、せやね、チヒロの大好きなお洋服やね、これ思い出。実はこれな、あの候補生の時に初めてショールームした時にこの服着てん、だからその時からずっとお気に入りやね。だからちょっと暑い、暑がりやから今は全然夏服着んねんけど、ちょっと冬服なんて着ちゃった着ちゃったよ。こんばんは、こんばんは今日はおろしです。でもどうし、うん、おろしくくってもいいけどゴムがないんだよね。ちょ、ごめんね、またいろんな髪型するからねこんばんは、こんばんは、ちひるんでございますみんな頑張ってるわね。そう、みんな頑張ってますね、ちひるも頑張るよ。遊びに来たよ、遊びに来てくれてありがとうございます。ワイドスナイパー見てます、嬉しい、ゲイケンあのゲームほんまに面白かった、またやりたいな。なんかさ、お話し会とかできひんのかな、ワイドスナイパー、むずいかできひんのかな。多分初見です、初見じゃないです、初見です、初見じゃないです、皆さんも初見じゃないです下はジャージ、何のこと、下ジャージとか何のことですか、はてはて。 AKB48 のコンサート見てる、え、今日、今日やっけ、 AKB さん前のかな、配信かな、いいですねそんな中みんな心身のさ、心身さんのやつ見てる、皆さんそんな中来てくれてありがとうございますありがとうございます。そう、思い出があります。エアコン入れた、入れてないよ、なんか夜やし涼しいし、いけそう、このままで、多分、多分ねああ髪の毛ツヤツヤ、ほんまに、はほんまに、なんかさ、ショールーム始めてから髪の毛ツヤツヤって言っていただくこと多くてめっちゃ嬉しいんやけど、え、嬉しいよ今日はね、いつもパッツン前髪なんやけど、前髪巻きました、巻きましたって自分で言ってやったんじゃないんけど、おどっちがやってくれただから流し前髪って、あ、川上チルドレンの人や、
そうか、ちひちる目指してますちひさんにつねられるまでちひちる目指してるからね。最終枠でちひろすになっちゃう。明日からも、明日はできるかどうか分からへんけど、でもみんな一緒に、まだだって候補生の時の最終枠みたいにさ、今日で最後じゃないやん、これからも会えるからだから大丈夫。こんばんは、こんばんは。私たちの相手してて伊佐坂先生推し面の伊佐坂先生、まあ推し面やけどさ、推し面やけど、まあみんなの方が好きやからん待ってください。待って、たくさんありがとうございます。ちょっと待って、まこさん流れ星ありがとうございます。たっかんさん、ドグラスさん、しろちゃん、ズッキーさん、ニーガンさん、ヤマシンさん、富士さん、トマトさん、みよみよさん、ヤフミチちゃんチャンネルさん、さざなみさん、しまいちさん、ありがとうございます。おさむさん、ありがとうございます。どこまで行ったんや、ちひるは。チャンピオさん、あ、くまちゃんの水色のくまちゃんやしかもさ、音符つけてくれてるねん、名前に。ちひるんが前ファンネームってやったから、嬉しい。ホワイトボード書くね、ちょっと待ってて。納得しました。まあ、何とも言えない、私も遅刻してるから見に来てくれただけで嬉しいです。待って待って、皆さん、初見トラップ、私は引っかかりませんよ、初見じゃないんです。こんばんは、わんこんばんは、わんテロップどうするん、確かにテロップどうするん、テロップテロップ、やっぱまあ最終枠やし、これかな、安定のこれかな、これでこそ千尋よいしょ。みんなパニック、みんなDD さんパニックって、それでも千尋のとこ来てくれてるんやろ。もうずっと千尋だけでいいんやけど、いいんやけど。こんばんは、こんばんは、あざとあざと、あ、あざと、何だっけ、何だっけ、また自分で忘れた。あざと、あざとセクシー担当やから、あざとセクシー、違う、待って間違えた、セクシーあざと担当じゃなくて間違えた、あれ、かしこセ、あれ、かしこセクシーあざと担当やっけ、あれやんな自分の担当忘れちゃったよいしょ、できた、よし。チャンピオさん、クマさんタワーっていうかな、タワー、ありがとうございますいつも見てくれてありがとうございますかわいいやろこれ、なんか配信するたびにどんどん絵上手くなってる気がする、ちひるん特技が増えました、追加しよう、特技、ありがとうチャンピオさん、ハート好きやで伊佐坂先生には負けたくない、確かに確かにな、千尋も、もし弥生さんにちょっと千尋より伊佐坂先生の方が好きって言われたらショックかも、ショックかも。スノーマンさん、ありがとう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 頑張ってください、ありがとうございます。イベント最後の5分でお手紙あるんでしょ、分かってるよ、涙のひなわりあるよね、泣きませんけどね、原点にもらってテロップみんな初見のプロだね、ほんまにな、みんな初見のプロやで、初見初見言ってさ、引っかかると思ってるん、ちひろ、みんなのこと覚えてるか、
ワインの本命さんは公演中、あアミタンさんや、あのアバターが。そうね、アミタンさん公演、昼の狼めっちゃ可愛かった。可愛くて可愛くて震えました。可愛い、あ歌歌ったらあかんねん48以外の歌歌ったらダメな、歌ったらダメな忘れてさ、お魚くわえたドラ猫とか言っちゃったかもしれん、さっき。大丈夫かな、あセーフ。100キラお届けありがとうございます今日もお疲れ、ありがとうございます。おもろかわいい担当、ん、かわいいわ、あおもろい、おもろい、まあでもおもろっちゃ、賢おもろかわいいセクシー担当にする。え、そんなことある、結構どんどん長くなっていく、ね、チヒルの応援強化月間に入ったよかった、応援強化月間面白い、交通安全期間みたい。こんばんは、こんばんは、初見だ、初見じゃない、初見じゃないよ。あざとさを見習ってる先輩はレイポンさんで、セクシーさを見習ってる、セクシーか、セクシー、セクシーって誰やろね、セクシー、なんかセクシーな先輩いっぱいおるから、セクシーな、皆さんがセクシーやと思う先輩誰ですか。セクシーやろ、ゆうみさんとかセクシー、みゆさんとかセクシーやろ最後10分あきらさんが号泣してないかパトロールしてるかも、やばいまあ、チュールも、チュールも号泣しないんで抜きませんよ。みんな涙でとかやめて、チュール泣かないって決めてるから、泣かないからね、あきら先生に怒られたくないはじめまして、あ本物の初見さん来てるよありがとうございます、来てくださって、島市さん、ドグラスさん、しろちゃん、りょうさん、まちひろさん、よっぴーさん、なおさん、だいだいさん、きらりんビームさん、ありがとうございます。原田みのるさん、星たくさん、ありがとうございます。レイさん、星ありがとうございます。あ、おさむさんもなんて言うんやろこれ、くまさんのタワーって言うん、ありがとうございます、嬉しいありがとうございます。カキカキするから待ってての、おさむさん、よし。あ、わかぼんさんとかセクシーやな、確かに。みかのさん、確かにセクシーやわ、みかのさんはセクシー確かに見習う。でもみかなさんの踊り方ってほんまにセクシーやと思う、なんかさ、曲線美っていうんかな、と目線の使い方とかかっこいい。フォローしました、ありがとうございます。こんばんは、初見じゃないんです初見、ちゃんと正直や。オーデの配信の最後は泣かなかったもん、うん、泣かなかったよ。お手紙読んで大号泣とかしてないから、うん、よし、かけた、じゃじゃん、おさむさん、くまさんのタワーありがとうございますこれは餃子おさむさんの、あのなんていうの、アバターの餃子ですいつも配信見てくれてありがとうございます、うん、いい感じ、スクショタイムみたいなありがとうございます、よいしょ、頑張って、ありがとう、頑張ります。うっかりブログにコメントしてしまって見たよコメント、うっかりね、うっかりしちゃったよね、ありがとうございますあー危ない、どこだ、チヒルにも曲線ある、曲線あるよ、やばい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 、セクシー担当なれへんこのままじゃやばい、熱くなってきたよみんな
待って、どこ行ったとかしたらさ、千尋の部屋があんまり整ってないのがバレちゃうし、遠くにあったわリモコン見て見えてしまった。じゃあいかんとこ覚えててくれたんや。覚えてますよミノルさん、もうちゃんと覚えた、もうバッチリやで。晩ご飯はカツ丼、あ、晩ご飯はそう、カツ丼もいいなと思ってんけど、なんか終わった後にカツ丼ってあれかなって思って、あ、配信終わった後に食べるんですけど、ずっとリクエストしてる野菜炒めにするねって言われましたずっと野菜炒め食べたい食べたい言ってたからね。ほんまに野菜炒め好きな、野菜炒めはね、なんていうの、原点にして頂点っていうか、もう炒めてるだけなのになんであんなにおいやばいやばい。しろちゃん、あずささん、夏の大三角形さん、としさん、レモンさん、まこさん、ありがとうございますあ、どこや、やすさん、星たくさんありがとうございます。待って、何連続やろ、ちょ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 いっぱいしてしまった今日案外ゆきのちゃんもセクシーね、ゆきのさんほんまにセクシーやで、ゆきのさんのほんまになんか夏のライブでダンスコー、ダンスコーなんていうかダンスだけでやるところがあったんですけど、そこのゆきのさんがワン・ツー・スリー・フォーってしてんねんけど、それがなんていうの、かっこいいしセクシーやし、もうほんまに大尊敬すぎるよ。待って止まってる、あれなんかチュエロンの画面止まっちゃった、みんなの画面止まってる、いけるかな、なんでやろ、止まってないか、止まってなさそう、よかったあ、大丈夫、ありがとう、よかったよかった。じゃあお話しする千尋の泣かない絶対フリ、フリじゃないよフリじゃないよ。お、イベント終了まであと1時間、ほんまや、あと1時間しかないんや、短い、待って、だって1時間あとイベント1時間ってことは、チヒルの後配信できるのも1時間って、寂しいな。まあ明日もあるから、明日もありがとうん、明日もあるから、待って待って、ちょっとさ、クーラーだけつけてもいいかな、クーラーだけつけて、いやーやばいやばい、こっち、オッケー、テーブル準備満タン、ほっほっ、あ、そうだった、今日チヒルワンピースなんやった、全然余裕やん、まあ、全然しちゃ見せれたわ。エイジさん、星ありがとうございます。なん、こんなチヒルンは嫌だ、どんなチヒルン、流暢なチヒルンチヒルンいつも流暢やけどな、ペラペラって喋ってるやん、思わんちょっと待って待って、起きないな、ほっほっ、どうしたらいいんだチヒルン、どうしたらいいんだ、待ってください、ね、あの大号泣はなかったことになって、こっちは感動したのにのショックだ、待って、うん、なかったことじゃないよ、泣きました泣きましたね、候補生に辛くても、明日から会えへんのやって思ったら涙出てきてたの覚え、ま、思い出しますね、で思い出したら泣いちゃうねん、ほうほうほう、ほほ、思い出したら泣いちゃうからやめてください、今ので整ってないのバレました、え、何のこと、整ってるよ千尋の部屋。ネフティサポさん、ゆいなちゃん、 OTGP さん、
ケビン K さん、カノパスさん、トモキさん、白ひげのシュウさん、タキさん、ありがとうございます。原田みのるさん、星ありがとうございます。野菜炒めに餃子もつけてもらうね。餃子も食べたいって言ってるよな。餃子もつけてくれるかな。餃子もつけてくれるかな。天丼、カツ丼、ウィンブルドン。うまいこと言うてる。かわいい子見つけた。嬉しい、ありがとうございます。部屋が綺麗とか幻想持ってないから。綺麗ですよ、チールの部屋。めっちゃ綺麗。止まってない、よかった。たまに止まるんや。ちょっとじゃあ移動、ちょっとだけ移動するね。大丈夫、オッケー。なんかちょっとマシになる気がするで。多分行ったり来たりするんや。なんでやろ。どこだ。泣きキャラあったんです。泣きキャラじゃないよ。全然涙もろくないからさ。頭皮で固まってた、ほんまに。恥ずかしい、それは。それは恥ずかしい。初見です。初見じゃないです。全部の配信楽しかった。嬉しい、ありがとうございます。そこにあるのは目薬。目薬ないよ。目薬持ってきてないです。あなたさっき涼しいからエアコンなんて言ってた。え、何のこと。そんなん言ってないけど。エアコンって大切やで。ジャージじゃないのも寂しい。大丈夫、ワンピースの下ジャージ履いてるから。大丈夫やで。それちょっと待ってくださいね。ちょっと電波を復活させる。千尋は電波を復活させるために頑張る。どこだ、どうやって電波を飛ばすんだ。これからわからない、わからないぞ。ここか。こうやってさ、ショールーム閉じたらさすがに切れるか。どうしよう。ブチってなるんだな。止めちゃった。ごめんなさい。復活した。待って、こっちの方が動きやすい気がする。多分ね。止めちゃったっぽいけど、多分止めちゃってる。ごめんなさい。ただいま。あ、よかった、みんなおってくれて。歩くだけでガチャガチャ音オンするってますますん。ワンピースかわいい。嬉しい、ありがとうございます。ワンピース、お気に入りのワンピースです。ジャージ着てないって、最後だから大サービスです。クーラーつけない方が涙を汗やと言えた。あ、確かに。もうクーラーつけても 温度そんな高くないから、全然高くないです。毎日、そうね。なんか止まるから出直すね。もっと来てね。すぐ来てね。目移りしちゃダメだよ。目移りしちゃダメだよ。こんばんは、わんこそばん倉庫。レイポンさんの大好きな餃子、大好きな食べ物餃子って、もちろんレイポンさん好きやから知ってるよ。あの、なんかさ、なんか餃子フェスみたいな、なんか餃子なんかやってたやん、今年の夏かな、夏前かなみたいなのに、キューキーさんがよく言ってたの、なんか見た記憶があります。なんかな、電波を復活させるためにはダジャレやっとこう。どう、満と不満と。はい、ワンピ
ースの下にジャージなのなんでやなんかジャージを作ることが、じゃあジャージを着ることが落ち着くんだよジャージを着ることで落ち着きがあります。よし、着てもすぐ再開した、よかった、それはよかった。んジャージなんて言ってないからね。セクシーかしこジャージ担当、ジャージ担当嫌やジャージ担当じゃないのに自分自慢の頭皮自慢じゃないからね、全然別に別に違うで。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。遅れてこんばんは、こんばんは今日も来てくれてありがとうございます。神様、ちひるんちの Wi-Fi がちゃんと飛びます。ほんまにちひるんちの Wi-Fi がちゃんと飛びますよ。今は大丈夫？結構さ、一回あの一回マジで止まってからもう大丈夫なんじゃない？ちょっと方法を変えました。どうどう、会いに行きます。え、ほんまに嬉しい、会いに来てください。いつやっけ次のあれ、オンラインお話し会のやつ。もうすぐ来週ぐらいから四次受付始まるので、ぜひチーロンと確実に会えるのはオンラインお話し会だけやから、ちょっと寂しいけど、オンラインは二人きりやし、握手より秒数長いから、まあ、甘々な時間を過ごせるということですね。はい、あ、チャンピオンさん、なんだっけこれ、待って待って、なんか初めて見たやつ、パフェみたいなの、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。待って、書くからね、ちょっと待っててね。ともきさん、なおきさん、出まかせプリンスさん、えいじさん、いっしさん、クローバーさん、ルナさん、ありがとうございます。どう、どこや、スノーマンさん、ほしいたくさん、ありがとうございます。たくさん、ありがとうございます。マッチさん、コーラさん、シロちゃん、ルキチさん、石川健さん、梅さん、道長さん、こうだ、ゆきおさんかな、ありがとうございますちょっと待って、ちょっと揺れちゃうかもしれない、知れないよ。クーラー聞いてた、聞いてきた、うん、聞いてないよ全然。はじめましての方、こんばんは、来てくれてありがとうございます。なんと不満と、よいしょ、待って、涼しくなりましたね。ん、暑くなったんちゃう、ちひろのダジャレで、みんなみんな多分熱々やろ、今頃多分体感温度は5度ぐらい下がったと、あ、間違えた、5度ぐらい上がったと思うよ間違えた、一番大事なとこ間違えた。じゃじゃん、チャンピオンさん何やったっけ、 なんて言うんやろこれ、あの初めて見たから分からへんけど、言い方がなんかパフェのタワーかな、ありがとうございます。いつもチャンピオンさんに会えて嬉しい。じゃじゃん、あ、これはお姫様です、チームプリンセス可愛いから描きました、ありがとうございますよいしょ、待ってな待ってな、アンダーバーさんで会ってるんかな、アンダーバーさん、ありがとうございます。なんか天女姫みたいなカラスさん、リーダーさん、よよよのよ、天ヶ崎のよっちゃんですさん、のりぶんさん、ありがとうございます。みけちゃん、猫じゃない、あのひょうこさん、ありがとうございますへえ、初見じゃないです餃子フェスに西山さん、渋あ字面で見たら渋谷さんか渋谷さんか迷っちゃうね。渋谷さん、みそちゃん、
レイちゃん一緒に行ってたね。そう見ました、それめっちゃ可愛かった。ちひろも行きたい、餃子フェス、餃子食べたい。なんか言った、私あれなんて言ってないよ。餃子フェス全部美味しかったんや。いいな、餃子フェス行ったんや。きっととんでもないセクシーなジャージセクシーなジャージやけど着てるの。セクシーなジャージって何またジャージがこんなもん。ん、ジャージなんて着てるって言ったかな、言ったかなジャージが落ち着く、重要されてる。ん、確かに事実やな、何も言えへん。ちょっと栄養補給していい食べます。うまうま、うまうまだよ。今言ってたことはジャージスカートの下ジャージ担当は、いやそんなん言わんといてと、ダジャレが寒すぎてクーラー切った、いやいやそんなん言わんといてと、あまり逃避逃避言われると現実逃避したくなるよね、いやいやそんなんって言ってましたいやいやそんなん言わんといてそういうのが改善したような気がします。よかった、改善大切。 Y の Wi-Fi 調子悪く、 Wi-Fi ない Wi-Fi 笑ってるちひるせいくん、しろちゃん、しんぷんさん、れいさん、なにわのひねさん、長野さん、あらいちゃんさん、ありがとうございます。オンライン話し会で甘々なダジャレ楽しみなんか重大してるな、甘々なダジャレ。ダジャレリクエスト言ってくれたらやるな、オンライン話し会とかで。ダジャレ言ってって言われたらもう1秒で返せます。自信作言いますね、何か。ナスちゃん、おししかかた、ありがとうございます。どこだ、聞きたいんだか。村井優里、優里初期の新垣結衣さんに似てると思わない。優里ほんまに美人さんやからね美人さんやからね、似てるかもコードブルーの時ってかとか。分かったぞ、分かった分かったぞ。どこだ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 って言ってるわ、確かに。どこだどこだって口癖って言われたけど、あんまりしっくりきてなかったけど、どこだどこだってめっちゃ言ってるわ今日の晩ご飯すき焼き、いいな、すき焼き、すき焼き水色も似合うね、ありがとうございます。今日は初見じゃないよね初見じゃないねそっか、ちひろん自身は自分の滑り芸では涼しくならないよね滑り芸してないから、滑り芸じゃないよ千尋。梅さん、涼さん、小江戸ひろさん、ジョンドーさん、ゴルさん、直樹さん、なにわのひねさん、ありがとうございます。よいしょよいしょよいしょ、待ってな。大田市会って配達会は勝ったけど行けなかったので、オンラインお話し会で初千尋です。嬉しい、来てくれんの嬉しいな、いっぱいお話ししよう。もうあんなこととかこんなこととか言っちゃおう
あとお話表載せるね。ほんまにめっちゃな話題書いたやつがあるんですよ。だからえほんまや、なんやっけこのクマさんのタワーエッフェル塔みたいな、嬉しい。どんだチャンピオンさん、チャンピオンさんたくさんありがとうございます。嬉しい、カキカキするね。かわいい、なんかこんなにさ、なんていうの、豊か合ってる、こんなにあの豊かってやったことないから、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます、そんなたくさん。やばいやばい、待って。原田みなるさん、ひょくまさんありがとうございます。スノーマンさん、ひょくまさんありがとうございます。しろちゃん、なにわのひねさん、ごうしさんありがとうございます。どこだろう、よいしょ、待って読めない。気温爆上がりやで、よいしょ。餃子フェス全部おいしい、あループしてる。ループしてたよ。NNB なんかさ、定期のコメントがさ、 NNB の次世代エース、あそれめっちゃ嬉しいやん、次世代エース候補めっちゃ嬉しいやん。で下はジャージの石山ちゃん、下はジャージ何のことや。餃子ジャージ担当、新しすぎ。餃子ジャージ担当です。お姫様だったら王冠じゃなくてティアラやろ。確かにお姫様ティアラか、イギリスのエリザベス女王、すごなんか頭良さそう。エリザベス女王は知ってんの、エリザベス女王っていうとこ、エリザベス女王です。なんかエリザベスの話したよね、エリザベス女王じゃないけど、エリザベスの話した、エリザベスがなんかみたいな。セクシーなジャージ穴だらけ。違うよ、穴だらけじゃないよ。餃子味のグミ、新しい餃子味のグミとか食べてみたいね。どこだどこだって言ってる、やばい、別にいいけど。星、あ不正字が読めるようになったらショールームマスター、確かに不正字読めちゃうから千尋もう読めへんけど、でも結構読めるようになってきた、なんか分かってきた、なんとなく。ショールームの不正字厳しいよね、なんかあんまりさ、そんな絶対悪いこと書いてないやみんな、てのに不正字になっちゃうからね、どうしようか。待って。滑らすゲー、違う、滑らないゲーだよ。千尋は今日一番耳赤い。ほんまに？なんかだってさ、みんなさ、可愛い言ってくれるしさ、照れちゃうよね。みんなと会えただけでも照れちゃう。なんかだって好きな人に会ったらさ、あの照れちゃうやん、やっぱり。だから顔赤くなっちゃうんですよね。すぐ顔赤くなるから。学校では何キャラ？学校で何キャラやろ？オタクキャラ。みんな結構チヒロがさ、アイドルオタクなの結構し、高校の友達はあんまり言ってない。学校ではほんまに仲いいことしか喋らんくて、いつも真面目に授業を受けて帰、授業帰って授業を受けてチャイム鳴ったら3秒で帰るみたいな生活を送ってるからさ。だからあれかも、あの中学生の時はの友達はみんな知ってるかも、 NNB が好きなこと。だって NNB 言ってさ、学校でも学校の放送とかで NNB の曲かけたりしてさ、だから
それがみんなメンバーになってるとは思ってないやろな思ってないやろな。いや爆笑音千尋、そう爆笑音だよ。アミさん、ひょうくまさん、ありがとうございます。久しぶりに会えた。小枝ひろさんかな、まちひろさん、クローバーさん、しろちゃん、ありがとうございます。ほのさん、ありがとうございます。初見さんや、ちゆんのこと今日で好きになったの嬉しい。山猫ボードさん、ありがとうございます。スノーマンさん、星高さん、ありがとうございます。ちょ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 シロちゃん、ありがとうございます。あちょよいしょ、泣かないよ、わかった、泣かないよ泣かないよ。100キロありがとうございます。10期生の10等身担当、そうやで、10期生の10等身、いや10期生の20等身担当やから、20等身やで、ね、チエロみんな。だってあんまりさ、あの夏のライブとかでもさ、見てた？チエロの20等身みんな見えてなかったよ。だってチエロの目線2階席やったもん。チエロ2階席しか逆に見えてなかったね。それぐらい高いからよいしょ。星星星星星ですね。待って、さすがにわからなすぎやばい、伏せ字、伏せ字読めるでとか言ったら星星星星ですねって言われた。ちょっとさすがに難しいな多分ちひる面白いですねやと思う。ちひるのダジャレ大好きですねやと思っとこ、うんとこ。チャンピオさん、たくさんたくさんたくさんありがとうございます。めっちゃ噛んじゃったけど、たくさんありがとうございます。嬉しいですこんなにね、こんなんと見れたん初めてやから、少し教えとこ、ちひるも記念すぎる。よし、やった、できたスクショちゃんとできました、切らずに。あ、ちなみにこれはそうなんすで、これはドラゴンボールです大丈夫、そうなんすとドラゴンボールです。ありがとうございますなんかチーズの逆はフィギュアスケートみたいに、ん？何のこと？いわゆる帰宅部やな、そう、ゴーホーム。もうなんかゴーホームの T シャツ作ろうかと思う帰宅すんの早いから、帰宅部全国大会やったら多分チエロが絶対1位やね。めっちゃ早いもん、教室出るスピード競ったら一番、なんていうの、廊下側の一番後ろやから、もう ドアがすぐそこにあるので、もうシュンって行けちゃうんですよ、爆笑を持ち上げすぎて腕折れる。え、全然持ち上げてない、当たり前です、当たり前。やっぱチールンくらいやと学校で歩くと男の子が振り向かれたりする。そんなんしないよ全然、あのいつもだってマスクしてるし、マスクして髪の毛こんなんで言ってるから髪の毛こんなんでも歩いてるから、こんなんしない20頭身身長20メートルくらいですか、実は身長20メートルです。初見です、ありがとうございます。さすが進撃のチーム、そう余裕で2階に届いちゃうんだよねもしかしたら NNB でいっちゃん可愛いかも、ほんまに嬉しい。それは誰、違う、誰かの一番になることが目標やから、あなたの一番にしてください。首折れそう夜のちひろもか、ありがとうございます。伏せ字、あ、そっかそっか、ちひろ面白いが伏せ字になったらあかんわそれはあかんよ、間違えた、伏せ字ダメです
山猫坊主さん、チューブさん、 OTGP さん、ヤーテツさん、天然腕時計さん、哲二さん、俊介さん、リーリンさん、小江戸ヒロさん、ありがとうございます。スーパーサイヤ人、そうやで、スーパーサイヤ人悟空うまいやろ。ちひろどこだ、 KKK は星になるのかな。 KKK は見れましたね。今8人だったサザエさんにしかひどい。みんなみんなしてちひろの絵をめっちゃうまいのに、みんなまだまだですね、ちひろの絵の実力がわからない。やっぱピカソさんとかも場合によってはなんか下手とか言われるやん。そういうことやで。ちひろもなんかみんな下手って言うけど、全然そういうことじゃなくて、多分オークションとかになったらめっちゃ高値で流通するやつやで絶対。だからはい新しいドラゴンボール始まる。見ようかな。ドラゴンボールあんまり見た。帰宅部のインターハイ任せて、みんな優勝して帰ってくるから。謎に自信あるの好き、ありがとうございますピカソを尊敬してます。はい、ピカソさんを尊敬してるので、普通に書いてもうまい。うんうんうんとか言ってで違うじゃないですか。なんか赤ちゃんが書いた絵みたいなのが逆にうまいみたいな、わかりますか。なんかこれがなんでそんな評価されるのみたいな絵がうまかったりするじゃないですか。もう一般人にはわからない領域、それは。だから皆さんちょっとまだ甘いんですよ、ちひろの絵がすごいことがわからないの。あと30分や、短い。あと30分なんや。待って待って、マスクにさざこ状態。そう学校はマスクにさざこ状態ちひろ全グループのでも5本の指に入る。ほんまに全グループとかめっちゃたくさんメンバーさんおんのに嬉しい、うん、ありがとうございますってな、チェイロの顔タイプです、ありがとうございます嬉しい。タイプとか言われたら照れちゃうから。顔赤いや、みんな知ってる。これさめっちゃ明るいから顔見明るく、なんか白く見えてるんやけど、チェイロの前に鏡があるからチェイロの顔わかるんやけど、めっちゃ赤いから結構明る赤いんやね、みんなが思ってる。間違えた、キャップ。よいしょあんまり滑り続けたらちひるんが星になるちひるんのダジャラよくお星様になってないよ。ん？なってない。絵を描く象、象が描いた絵みたいな。あ、なんかゾウ、そうゾウさん描いた見たことあるで、ちひろゾウさんが描いた絵みたいな。すごいよねあのゾウさん、多分ちひろと同じぐらいすごいと思う。いやまあちひろには負けるかな僕は岡本太郎さんを尊敬してるよ。知ってる、知ってますよ。芸術は爆発だ。あ、大事なとこかんだ爆発だ。チェヒルンが本物のセンターエースになったらネオチャー出るよ。頑張ります、そうなれるように頑張りますね。オーディションの頃よりミニ赤くなって、ほんまに赤くなってる、やばい、隠しとこうかな流し前髪また待ってる。わかりました、またしますね今日みたいに。あ、あれかモバメで送ったやつか、あれねわかりました。まだ多分あのバージョンの送ってないのあるから送るね。やすさん星あったくさんありがとうございます。書けたい、もう書いてたんだよね、天才すぎて仕事が早いから、ね、ありがとうございます。これはうまい、まあ、タコさん書き慣れてる感じはある好きやから書き慣れてる感じはあるけど、ありがとうございます
知ってるやん。そう知ってるよ。爆発だ、余裕だよ。ちひるんだって賢い枠だよ。みんな賢い枠だよって、なんでこんな標準語なんやろ。賢い枠やで、それぐらい分かっちゃうんだよね。はあ、おう、大丈夫。タコさん多いんだけこれタコさんウィンナーがたこ焼き持ってる、ヨシミンさんのアバターさんだよね。多分普通のタコさんじゃない？これ待って、みんな間違えたらあかんね。これ多分ヨシミンさんが作られたやつやからダメだよ。あの一歩間違えたらチヒロに怒られるから、ね、みんなチヒロにやと思っていじったらダメだよ。もちろんヨシミンさんの絵を超絶に再現してる。でヨシミンさんとお話ししてみたい。ちょっとだけだけど喋ったことあるんですけど、ほんまに優しくて、いつ挨拶さしてもめっちゃ笑顔で返してくれる。あとヨシミンさんとピアノ聞きたいの。チェロもピアノやってたから、あわよくば一緒に弾いたりしたいの。だいだいさん、ゆきおさん、しろちゃん、なおきさん、なおやしさん、ゆうちさん、さとももさん、うめさん、D さん、くさびふぐさん、なおきさん、ダイスさん、えいじさん、ありがとうございます。待って、ちひるん雑学限定かしこひどい、雑学限定じゃないよ全然。ではよしめんにおしへんするか、行かないで、行かないで、みんな、みのるさん行かないで、なんか先輩やから行かないでって強く言いすぎるのもなんかちょっと申し訳ない気持ちも、なんか後輩としてどうなのかと思うけど、でも行かないで。チヒルはこんなにみんなのこと大好きやの、そうやって離れていっちゃうん、ポンポン。ピアノ上手なの？ちょっと上手ではないけど、上手ではない。でも一応10年真面目にやってたので、まあまあ弾けると思います。まあまあね、そこ大事、まあまあやから。よいしょ、待って、本当にコメントうまく読むの上手くなってる。そう、ほんまに今日追いついてるでしょ、でしょって、なんか今日なんか語尾がおかしい、今日コメント追いついてるね。ちょっとうまく、ちひるちひる数学限定賢い、あ、雑学やったし、何もあれやったし、え、待って、7位や、え、嬉しい、ありがとうございます。泣かないよ、ほんまにみんなのおかげすぎて、あ、泣かないよ、泣かないよ、泣かないよ。ちょっと前髪触ってるふりして涙拭こう。前髪触ってるふりしてな、前髪触ってるからな、あくまでも、あくまでも前髪触ってるんだよ。年齢詐称してるかも。チーロンは16歳やで。チヒルに怒られたい。怒られたいん、プン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 しちゃうわ、怒られたいんだ。よいしょ、俺の横のトマト音符でチヒルの表現大丈夫かな。うん、分かってたよ、チヒルつけてくれてるなと思ってた、ありがとうございます。大人っぽい16歳好き、え、嬉しい、大人っぽい、ほんまにありがとう。ヨシミンは変人やで、やばいで。ヨシミンさん変人だ、なんか真面目なで、真面目で可愛くてさ、そんなイメージがあるけど、どうなんやろ。シャーク推しやから絵文字にサメつけとく、え、可愛い。え、シャーク推し、
ちょっと待って、今さ、あのさ、え、かわいいってね、さ、めっちゃそう。ちょっとめっちゃツボ今の。なんかシャーク星っていう、あのサメつけててめっちゃ可愛い、嬉しいなって思ってニヤニヤしてたらさ、あれあれシャーク星ってちょっと違うの違うやばい、笑い泣きするわ。シャーク星じゃないなって思って、チヒロ星にこれ怒るとこやなって思って、間違えたってヨホホホって言ってる？え、待って、ヨホホホ笑ってる、ちひろあれヨホホホ言ってた、やばいやばいこれなのか、これがこれがそうなのか、これが愛なのかみたいけど、そう、この笑い方がアキラ先生にブロックって言われる理由やあんまりヨホホホ言った今、ちひろ言ったかな、言ってない気がするけど、そんなに大丈夫、よし、落ち着いて落ち着いて落ち着いていこうめっちゃ笑っちゃうからジェナロさん、クマさん、ダグさん、ありがとうございます。かけた仕事のできる女、仕事できいつもね配信のこととかもたくさんアドバイスしてくれ、ありがとうございます候補生ぶりに、あ、これもかけて嬉しい、ありがとうございますふう、吉見さん、ほんまにピアノうまいよね、そう、めっちゃピアノ上手ちひるも吉見をしてみます、あ、わこさんも吉見さんアバターやほんまに推しにしちゃいそう、もうほんまに推し増ししすぎ、さすがに、なんかさ、もともとファンやったからさ、ファンやった時もめっちゃ DD やったんやけど、もう弥生さんは一番やで、弥生さん一筋やから、重要けど DD やったんやけどそう、本当にコメント読みまくなってありがとうございます。ダイスさん、エイジさん、ライダイさん、小江戸ヒロさん、山猫坊主さん、レイさん、ナオキさん、クローバーさん、ありがとうございます。待って、シロちゃんさん、ありがとう。山猫坊主さんもありがとうございます。ちょ、うん、原田みのるさん、ジェナロさん、ミミーさん、ダレルンさん、ムロモンさん、アナケンさん、セイくん、小江戸ヒロさん、ありがとうございますナオさん、虹、ありがとうございます。ジェンダロさん、星、ありがとうございます。目薬だよね、目薬じゃないよにゃーにゃー泣いていいよ、にゃー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 、9位までだいぶ出れるの、なんか 6位までじゃなかったっけ、多分、あ、でもなんか重複したらとかね、期間とかのランキングが1位から6位に重複したら9位まで出れるのかな、かそれぐらい JL はなんていうの、イベントに出ることが目標、イベントっていうかライブに出演することがジロの目標だこんばんは、こんばんは、ママルンの野菜炒め食べたい、ジロも食べたい原田みのるさん、星たくさんありがとうございます。待って、あんた待って、書くわ、ちょっと待っててゲラ発動してたゲラ発動って言われて、僕もチヒロ推しやで、嬉しい、でもシャークは僕のパートナーあれ、シャークってチヒロのパートナーやで、みんなみんなさ、あのシャークチヒロの
パートナーやからな。シャークンはあれやね、チヒルンが抱き枕やから、うん、DD キャラダメやで。DD キャラダメ、チヒルン一筋キャラになろうみんな。こんばんは、こんばんは、初見で、初見じゃないです。こんばんは、来てくれてありがとうございます。で、岸丸 P さん、直樹さん、シャイニングフィンガーさん、 OTGP さん、ノーさん、ありがとうございます。大本さくらさん、ありがとうございます。ゴルさん、ありがとうございます。ジェンナロさん、ありがとうございます。待って、お腹グーグーなってる。グーの音も出ねえぜ。出てたけど、グーの音も出たぜ。ゆきおさん、私ありがとうございます。よいしょ、待って待って、書かせて。そろそろうるうるしていいかな。違うよ、みんな、みんなさ、なんかことを期待してるの、みんな。みんな密着見たんでしょ、みんないじってたやん、みんな密着見た。私が泣いたらどうなるか。泣かない宣言してたしな、お前。よいしょ。ちひるん、このイベントでちひるんの魅力が多くの人に伝わったと思います。ありがとうございます。伝わってたらいいな、たくさんの人に愛される存在になりたいし、たくさんの人に笑顔を届けたいし、皆さんがジェルのこともっと好きになってくれたらなと思うので、ありがとうございます。よいしょ。よいしょ、ミノルさん書けました。じゃじゃん、見て、これはあのアバター作マイティさんやったので、ちょっとニコニコ系マイティさんの笑顔を書きました。で、あとハートのビームを飛ばしてます。で、ちゃんとちゃんと見て、書いたんです、振り仮名。ありがとうございます。なおさん、しろちゃん、小江戸ひろさん、通勤休校通過駅さん、ありがとうございます。そうや、あと15分、え、どうしよう、待って、あと15分、15分か、寂しいな。まあまあ全然会えるんやけどな、会えるんやけどな、このイベントで出会ってくれた方とかもいらっしゃるからね。待って、そんなことより、まあ宣言した通り、サンドの飯よりみんなのことが好きやから。今日はお手紙を用意してきたので読みます。やばい、最大のフラグすぎ、さすがに。ふう、よし、書きました。ちょっと今日が最終日ということでね、ちょっと最後はあたふたして時間がなくなってしまうかもしれないけど、昨日書いたお手紙を読ませていただきたいと思います。うちらお手紙書くの好きなんです、だから行こうと思って。ふう、少しお時間ください。この1週間本当にありがとうございました。やばい、見て、この1番目でさ、もう来ちゃってるよね、泣かずに読むから。やばいな、ほんまにやばいな、ほんまにやばいな、待って、なんか、え、なんで、なんでやろ、なんで明日からも会えるのに。はい、この1週間本当に本当にありがとうございました。シングル発売期間中という大変な時に、皆さんの貴重なお時間と、皆さんの
やばい、泣かないからね、泣いてないですよ、別に泣いてないですよ。はい、皆さんの貴重なお時間と皆さんの大事なギフトを千尋のために使っていただいて感謝の気持ちでいっぱいです。同期は次々と活動、やばいな、同期は次々と活躍してる中、千尋はなかなか皆さんにアイドル姿をお見せすることができず不甲斐ない気持ちで本当にごめんなさい。泣いてないですよ、ちょっと待って、一回ちょっと待って、ふう、今は結構なんか泣いてないです。皆さんに恩返しするためにもこれからいっぱい努力して一日でも早くキラキラアイドル姿を見てもらえるよう、一日でも早く皆さんにハッピーなルンルン笑顔になってもらえるよう頑張ります。この手紙を読んでる頃には嬉し涙を流しているのか悔し涙を流しているのか、それとも目から粉粉を流しているのか分からないけれど、たくさんの愛を本当にありがとうございました。こんなポンコツな千尋ですが、これからも皆さんと一緒にセクシー賢あざとセクシー違うわ、賢セクシーあざとアイドル、賢セクシーあざとアイドルとして歩んでいきたいと思います。どうか末永くよろしくお願いします。千尋よりありがとうございました。全然泣いてないんですからね、皆さん勘違いしないでくださいね。全然別に泣いてなんかないけどね、別にね。ふう、なんかあれやね、高校生の時のショールーム見てくださってる方がいて、なんかこの服とかも着たりして、初めての配信の時に着た服とか着たりして、ちょっとなんか思い出しました、アイドルになる前のことを。あまり皆さんがおるからこそ自分はこんな素敵な経験させてもらってるし、皆さんがおるから自分は毎日頑張ります。泣いてないけどね。別に泣いてないけどね。ほんまにこれさ、何ヶ月ぶりの涙やと思う。あきら先生に怒られてからちろ全然泣いてないんですよ、めっちゃ我慢してて。だからよし、もう涙は終わりですね。あと10分みんなで笑顔で終わりましょう。やばい、アキラ先生読まないでくださいよ。アキラ先生読んだダメです。やばい、どうしよう、汗泣いていいよってみんな言ってくれてる、ありがとう皆さん。お花真っ赤じゃないよ。ダジャレ言うとこ、やばい、一番お気に入りのやつ、地図を真っ二つ。目から粉は怖い。いや粉もつけすぎてさ、目から粉とか出ちゃうかもしれん。パチパチありがとうございます。待って、みんなさ、たくさんギフト揃えてるのにさ、ちょっと絶対読み切れへんからさ、お礼配信させてな。明日ちょっと厳しいかもしれんけど、絶対お礼配信するから、全部スクショ撮ってるから、いらっしゃった時に全部書くし、全部お礼言うし、全部ちゃそれしさせてな。今日はちょっと読み切られ壇上で精一杯やと思うからごめんなさい。このイベントで知れてよかった、え嬉しい。そう、こうやってイベントで知り合ってくれた方とかもいらっしゃって、めっちゃ嬉しかったね、それが。
もらい泣きしそう。ごめんなさい、それはそれはごめんなさい。がっつり泣いてないですよ、全然泣いてない、何も泣いてないですよ。泣いてたのはこの確かにね、確かにうるうるしてるけど下ジャージ何のこと。やばい、まだ覚えてた、みんなみんな下ジャージ覚えてた。やばいやばい。頑張ってみようと、オーディション合格しましたね。合格発表で感動しました、ありがとうございます。ずっと応援してくれて。イベント終了しても配信は続けられる。でもジヒルもうあれ時間がないんですよ。あ、でもできるんか、え、こうやってできますか、このさ、あとも、え、できるんか、じゃあゆっくりできる、ゆっくりできる、じゃあ団長読まなくてもいい今、え、誰か教えてください、これってゆ3時間以上でもできる、あ、続けられる、よかったよかった。じゃあゆっくりゆっくりしよう、とりあえずとりあえずコメント読み終えたら一回ギフト読んで、で団長読んで軍の念を聞いてないことにして、みんなからジャージっていうのを忘れさせて、ダジャレで笑わせて終わりぐらいかな。そうだね。これでいいかな、このスケジュールで大丈夫。壇上は呼んでね、あ、壇上さっき呼んだ方がいい、壇上今呼んだ方がいいってことかな、後にする、それとも今読む、どうしよう。ジャージは忘れたことありません。みんな忘れてくださいよ、みんな、んん、そう、候補生の時お礼配信できなかったからめっちゃめっちゃ悲しくて、もうお礼したくて、お礼したくてで、はい、たまにみおちゃんのとこに行っててすいません、お戻ってきてくれてありがとう。こんな日は泣いたって構わないよ、明日には笑顔でいてほしい、ありがとう、笑顔だよ、チェルンスマイルやから。終わったな、いけたいけた、大丈夫そう、ほう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 、え、終わってからでいいんかな、終わってから壇上呼ん、どうする、でも結局ね、あの時間的に今日夜お仕事の方とかもいらっしゃるかもしれないし、夜あれな方もいらっしゃるかもしれないから、ちょっと徐々に呼んでいきますね、ギフトとかも。バラ86さん、小江戸ひろさん、ひろくん、待って待って待って、読めない、待って、もう泣いたらやばいから。顔が、顔がさ、もう泣いた後の顔になっちゃった。でも笑顔やからね、笑顔忘れないことで、後で読むね。俺は研究生になって帰ってきてくれたことない、確かに確かに、え、何のこと言ってた、俺は研究生になって帰ってきてくれ、え、嬉しい。そう、みんなにまた会えてよかったんです、あの時ほんまに嬉しかった。ジャージキャラがとても強く刻まれました、やばい。やばい、ジャージキャラやめて、それよ、ジャージ、ジャージみんな秘密やで、みんなここにおる人の秘密やで、ほんまに。そう、じゃあ後で、後でギフト読むね、後でギフト読むから、とり先にあのあれにする、あの先に壇上読む、まず壇上読むべきなのか、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、壇上読むね、まず壇上読んで、ね、13位、まこさんありがとうございます。12位、
せいくんありがとうございます。11位、えいじさんありがとうございます。10位、れいさんありがとうございます。9位、なおさんありがとうございます。8位、あみちゃんありがとうございます。7位、やまねこ坊主さんありがとうございます。6位、しろちゃんありがとうございます。あ、変わっちゃったかも。待って、わからんくなった。あ、読めるかな。5位、なすちゃんありがとうございます。4位、スノーマンさんありがとうございます。これお餅の伸びる顔。待って、間違えた、ごめんなさい。よ、2位がスノーマンさん。4位、ジェンナラさんありがとうございます。3位、ヨシさんありがとうございます。2位、スノーマンさんありがとうございます。1位、チャンピオンさんありがとうございます。よし、言えた、ありがとうございます。ちょっとみんなあと1分やって、あと1分なんや。みんなたくさんありがとうございます。ほんまに、ほんまにね、もう泣かないから、ちひろ笑顔で終わらない、このイベントは。みんなとこのイベント楽しむって決めたから、後でダンジョンも一回読むからね。みんなと楽しんでこのイベント終われてよかったです。なんで、なんで泣きそうになってるんや。ほんまにこのイベント楽しめたの、ほんまにみんなのおかげなんですよ。毎日配信続けられて嬉しかった。大好きだよ、大好きだよ。ありがとうございます、皆さん。大好きです。なんか言っとく、チーロン、スマイロン。なんか言っとく。あ、イベント終わったのかな。あ、終わっちゃった。どうやったんやろ、結果。でも楽しめたからいいよね、みんなと。みんなと一緒にできたことが嬉しいから、こうやって毎日一緒にさ、入れたのが。1週間楽しかったよ、嬉しい、ありがとう。チーロンの方が絶対楽しかったよ。今までだってさ、独り言で言ってたのがさ、みんなさ呼んでも、あのそれをさ話聞いてくれることが聞いてくれたよね、それを。ほんまに独り言多いから、チーロン。ほんまに独り言多いから、なんかいつも喋ってんねんな、チーロン。どうだったよ、暫定8位。え、8位やったん、嬉しい、ありがとうございます。うん、最終結果を待とうな、うん、待ちます、おとなしく待ちます。ほんまにありがとうございます。明日の午前中にちゃんと結果、ほうほうほう、明日の午前中ね、わかりました、ありがとうございます。今日はみんなと会えてほんまに嬉しかったし、ほんまに楽しかったし、こう思わせてくれてありがとうございます。待って、ほんまにほんまにやばいからね、今からこれお礼配信みたいなもんだからね、皆さん。よいしょ、ちょっと待って、今ね流れないように必死にスクショしてるね。もう大丈夫かな、ここまで来たから。もうめちゃスクショしてる、ちなみにめちゃくちゃスクショしてる。ほっ、どうだどうだ、このイベントでちひろのキャラがなんとなく知れて嬉しかった。嬉しい、ちひろもみんなに知ってもらえて嬉しい。なんかしとく、あ、結局オカリナする詐欺してたから、オカリナしとく、とりあえず。みんなオカリナ聞いとく、ちょっと聞きたくない人一回耳塞いどいてね。オカリナって結構うるさいから、みんなちょっと困っちゃう人いるかもしれない。
って待って、ほんまにギフト流れてたらごめんなさい、みんな流れないようにめっちゃ撮ったんですけど流れちゃってるのかもしれない、流れてたらごめんなさい、ほっ待って、間に合わせるから絶対に。何吹こうかな、何吹こうかな、千尋よいしょ、わかった、困った時の、困った時ではないから困った時のオカリナではないからね、楽しい時のオカリナね、ここ重要。どこだ、あ、聞いてくれるみんな、ありがとう、いけた、結構取れたよ、もうだいぶ取った、オカリナオカリナ、わかりました、オカリナを借りますオカリナを借ります、みんな見てくれてるかな、まだ大丈夫、じゃあ行きます、曲は千尋の大好きな曲、千尋が高校生の時に毎日聴いて泣いてた曲の落ちサビの歌詞がいいね、落ちサビの、待ってスクショし、こっちでも流れないようにしとこないと、みんなすごい今からうるさいかもしれへん、こうやって音入ってるんやんな、なんか音入ってるって前言ってたから、うるさかったらごめんちょっとうるさくないようにしてるんやけど、こっちで流れちゃったところがこっちしか見れないから、ほっ、あ、この辺大丈夫です、よし、みんなわかった、え、待って、わかってる、なぎさ最高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 、え、すごい、みんな初めてわかった、嬉しい、絶対チヒルン腕上げてるやん、チヒルン腕上げたなぁやん、嬉しいありがとうございます、みんなわかってくれて、今までで一番わかった、ほんまに、絶対チヒルン成長した、泣いたから泣いたから成長したんかもしれん、嬉しい、チヒルン最高、そう最高、なんかこれ合いのポーズしちゃった、通電角ポーズしとこうかな、あ、スクショタイムする、今日してないから、ハート唐突なスクショタイム、え、泣いてたこと認めてないよ、え、泣いてないよ、え、全然泣いてないよ、ブク顔ポーズ、ブク顔です、みんなブク顔好き、いつ泣いたんや、ほんまにいつ泣いたんよ、いつ泣いたんよ待って、ちょっとじゃあスクショのあれができる気が、時が来たかもしれん、今からお礼していくね、皆さん感謝の気持ちを込めまして、さっき泣いてたからいきます、せいくん、 OTGP さん、しろちゃん、犬じおとなしおさん、あ、びっくりした、バッテリーが十分に充電されましたって通知が来た
ありがとうございます。ナスちゃん、ちょ待って、あの結構焦ってるから結構あれかも、うわーってなってるかも。リクパパさん、シロちゃん、コロコロ転がるさん、ありがとうございます。リクパパさん、ちょマサハルさん、ロバさん、タロタンさん、ヤフミチチャンネルさん、シロちゃん、キシマルピーさん、ロキチさん、カラスさん、肉球スマッシュさん、ホセデラローセさん、ヤフミチチャンネルさん、マッチさん、レイさん、テヤンディービービーさんありがとうございます。シンプンさん、ヨッコマさん、シロちゃん、星ちゅ、チャンピオさん、待って、チャンピオさん、あのなんか可愛いの初めて見たかもしれん。何これ、めっちゃ可愛いの、ありがとうございます、嬉しい。待って待って、待って待っててね、チャンピオさん、ちょっと待っててね、待って待って、どこまで行ったっけ。ヤスさん、星たくさん、ありがとうね。ヤス、あ、どうやった、ヤスさんも書くね。なんかどうする、今日書くべき、今日書いて渡し、あの見せた方が嬉しいか、あの書く人はゆっくり後日うまく書いた方がいいかな、どっちがいいかな。ジェンナロさん、ありがとうございます。アイマールさん、肉球スマッシュさん、桃源も今日桃尻会さん、コロコロ転がるさん、シロちゃん、チャンピオさん、アイマールさん、ありがとうございます。ナスちゃん、みんないけてる、みんな見逃してない、いけてる。でまかせプリンスさん、アイマールさん、ぬくいさん、だいだいさん、チェットさん、階段さん、ありがとうございます。ひろくん、ありがとうございます。たかきゅうきゅうさん、やふみちチャンネルさん、ありがとうございます。で、なんでちょっと軽くパニックになっているからね、ちひろは今ちひろは今軽くパニックになっているからね。ほんまにこんなたくさんの方がジヒロンのために、さっきの手紙みたいに。桃とさくらさん、ライチさん、ありがとうございます。リーデンさん、星ありがとうございます。てつじさん、ナスちゃん、シンプーさん、階段さんかな、レイさん、ありがとうございます。ユニバースさん、ありがとうございます。ナスちゃん、大田さくらさん、ありがとうございます。どこだ、ヤスさん、クマさんのタワー、ありがとうございます。書きますね。まちひろさん、ありがとうございます。読めた、多分みんな読みました、読み逃し、僕読み逃してます、私読み逃してますって方がいらっしゃったらみんな言ってください。ホワイトボードどうしよう、イベント配信お疲れ様でした、ありがとうございます。今書いたら確実に見てもらえるけど、まだ配信でもいいかもなって思って、あのスケッチブック結構あれやからちゃんと書きたいから焦ってくれたらめっちゃ血汚いやん、ちひろ。みんなご存知やけど、イベント貢献ランキングとかもあるんや。待って、そうなんの、どうやって思うのそれ、ちょっと待ってくださいね。かっこいいイベント、これなのか、待って、分からへん、どうやって見たらいい。